子育てのスーパーヒント広場の耳打ち。このシリーズは保護者の皆様に子育てを楽しんでいただくためにお送りします。茨城県の方から毎年有料図書の方が設定されています。その令和2年度幼児向けの本の中から、私の方がですね実際に読んでみてその感想の方ちょっとお話したいと思います。決して、読み聞かせの番組ではありません。今回はですね豆皿ちゃんという絵本をですねご紹介したいと思います。浅野真澄さんという方が文章を書きまして吉村めぐさんという方が絵を描いています。非常に可愛い絵本ですね。料理がいっぱい出てくるのでその点でもこう楽しい本だなというふうに思います。まあ、前回の時もちょっとそうなんですけどもこう絵本の中にどれだけこう教育的な示唆とかそういったものを入れていくかっていうのは人によってこう考え方もあるし絵本によっても考え方があると思うんです。必ずしもその教育的なものがなければいけないというわけでもないしあったらいけないということでも私はないと思いますので、でどうしてもこの幼児教育っていうところからこの絵本とかを私見る癖がどっかにあるんですね。でそういった点で見たときにこの豆皿ちゃんという絵本はですねすごくいいことを言ってるなという内容ですね。すごくこうコンプレックスって言うんでしょうかね。豆皿ちゃん自体がコンプレックスを持っている。だけど、その豆皿ちゃんには豆皿ちゃんのちゃんとした役目があるんだと。重要な役目があるんだと。大きいお皿とか、お椀とかですね。大皿くんとかスープ皿さんとかですね、裏表紙のところに書いてありますが、どんぶり坊やとかですね。いろんなこう仲間たちがいるんですけど、彼らでは役に立てない豆皿ちゃんじゃなければ役に立たないそういうような役目っていうのが あるんですね。そういったところもですねちゃんと子どもたちに伝えられたら面白いなというふうに思います。まあもちろん年長さんとかですね年齢がやっぱりこちらも上の方の子どもたちの方になると思うんですけれども、まあ、それだけじゃない、年少さんとかですね小さいお子さんでもその食べるっていうことに関してからはみんな興味があることだというふうに私は思っていますので、もちろんですね、子どもだけじゃないですね私も興味ありますねそういった点でも楽しい本かなと思います。でぜひですねこの本読んだ後にこうやってみたらどうかなっていうことがありまして、この豆皿ちゃん小さいお皿なんですね、これをですね子どもたち専用の豆皿ちゃんっていうのをですねぜひこうご家庭で用意してあげたらどうでしょうか。でしかもですねその豆皿をですね子どもたちにお子さんにですね選ばせるっていうのは私すごくいいんじゃないかなと思います。決してですね高価なものじゃなくていいと思います。例えば、100均とかですね、そういったものでもいいですし、陶器専門店のなんていうんでしょうね半端物みたいなのが売ってるところでもありますよね。そういった中でもいいと思うんです。子どもたちに食器を選ばせてそれでその子どもが自分のお気に入りの食器で、ご飯をいただく、もう大事な私は食育だというふうに思っています。この絵本きっかけにですねぜひこう豆皿ちゃん選びを子どもたちにやらせてみるのも、ちょっといいのかなというふうに思いました。今回はですね豆皿ちゃんの方という絵本の方紹介させていただきました。